はい、こんにちは、サルウィンです。いきます。いえ。帝国へ、青かおかりを目指す。三国志アフレレコ事情。というわけで、私ですよ、いきますしょい。六枚警告の流れが、ちょっとね、うさんくさいなと思って、組んだら、あ、これそう、一回当たった方でまた当たったんでね、その日、まあ、朝一だからね。というわけでね、最後ね、結局各勢力使おうと、六枚警告をね、六枚の警告で、柵2枚以上、伏兵1枚以上っていう形をね、各勢力で使おうと思ったんですけど、もう参戦やって、ね、義、合、職の参戦やって、まあ、順番的には義、職、合ですけど、うん。やって、気づきましたね。テーブル力じゃ、きついなと。あとね、そう、どっちかというと、まあ、このデッキに関しては、結構前に引けた旅費を、そういえば一回も使ってなくて、ちょっと、旅費入りの警告も試してみたいなと思ったんで、ちょっと組んでみたんですよね。うん。まあ、旅費入れても、ね、うん、まあ、6枚警告は実現したんだけど、ちょっとね、うん、しっくりこないなと思ったんで、旅費、だから旅費トートンならぬ旅費トートンみたいな感じのデッキを作ってみました。うん。伏兵はいないけれど、とりあえず柵2枚は準備できてるんで、いいかなと。あとは、メアってリージュ好きなんでね。というわけでね、5枚の、軍友ターン警告ですね。で、相手が、まさかの4枚。ですね、4枚の手腕と、赤壁手腕、万有、男の石、みたいな。全部いっちゃったみたいな。っていう感じですね。てか、相手のデッキが変わったんですよね。相手が前回関羽使いの方だったんでね。でも4枚が好きな方なんですかね。うん。というわけで、いざ回戦。まあ、ここはいつも通り、開幕はとりあえず塗りに徹していこうかなと。で、ここはしっかりとトートンで集体打って、で、リジュが周囲踏んだ。美味しい。全然いいです。で、孫作が、なんや、ね、挑戦とか行ったんで、まあ、とりあえず、まあ、ちょっとね、工場取りに行こうかな。で、周体は散々打ってたんで、ね、しっかり旅費でお尻を叩いていき。で、そのままトートンで打ててるんで、旅費じゃねえや、周囲も旅費で倒したわけです。で、孫作が離れて連れてくれたんで、その間に陽子さんが工場を取ると。うん。いやー、やっぱりね、そう、武力高いって強いなって言いながらやってます。いやー、武力の高さって、すげー重要だなーって言ってやってますよね。こんなに強気で攻められるんだもんな、武力高いだけで。うん。で、ここはちょっとね、迎撃うまく取ろうかななんて思って、さすがに取らせてくれない。ほんならちょっと、まあ、ここはまあ無理しなくていいかなと。一回ここ帰ろうかなってことですね。うん。ゲーム取れるよー。やったぜ。まあ、リジは死んじゃうかな。大丈夫かーって思ってますね。で、しっかり内乱も取れる。で、しかもリジもなんとなく、なんとか帰れましたね。ラッキー。さあ、ここはね、しかもまあ、単だからね、式が12までいけるってことですね。やっぱ式フローがね、うん、ある程度。だからまあ、無理して回らなくてもいいかなとかちょっと思ってますね。で、ここはヨースさんが引き付けて、ここはね、旅費の計略叩こうかなとかちょっと思ってるんだけど、ここはでも、あれか、うん。赤壁もあるからいいかって、まあ、打たせてもいいかなと思ったんだけどね。うん。まあ、とりあえず、ここは一回毒でお帰りいただこうかなと。うん。まあ、ある程度警告打つ式を残しつつ、まあ、無理しなくていいというか、むしろ警告は押し込みでもいいかなと思ったのね。で、集大倒して、これで増援撃たれてもいいかなとか思ってますね。そしたらここ相手ね、赤壁なんですよね。おーみたいな。これはでもね、ありがたかったかな。これ、挑戦ちゃんとね、赤壁嫌だったんで、知略じゃないや、知力上昇つけてるんですよね。知力8だからさすがに落ちない。まあ、とうとうはしゃあない。まあ、だいぶ結構減るけどね、それでも。うん。で、これ相手が式7吐いてくれたんで、まあまあ落ちてるから。これ、孫作、まあ、ある程度殺傷はスルーしてもいいかなと。ね、うん、まあとりあえず主力の旅費とトートン帰ってくるまではまったりですね。でとりあえず塗りをちょっとやっていこうと思ったら相手が結構下がってくれたんでラッチーみたいな。うん。でこれで旅費帰ってくるじゃないですか。
で、ここであえてちょっと強気で待ってみようかなと。兵力もだいぶ減ってるんで、向こうもね。で、旅費帰ってきたんで、一応、あの周囲のラインには旅費入れないようにして、まず孫権倒しようかなと思って。イエーイ。で、イエーイじゃねえよ。これは私が食らうんでね。で、とりあえず一回追い返していき。でもこれ孫権逃げられちゃうんだよね、確かね。うん。倒せなかったーって言ったよね。まあでもとりあえず一回ここで塗れるんで、またちょっと塗っていき、んで、違いまたこの集体を、ちょっとね、バシバシ縛いていこうかなと。うん。で、ヨウシさん遊んでますね。うん。で、ここなんとか迎撃取りたいなと思って、槍が出ない。あ、でも迎撃取る、あ、迎撃じゃねえ、突撃されなかったのか。槍出せる、うまい、でもこっちも刺さる。ちょっとね、不安なんだけど。ちょっとね、意識しすぎちゃったかな。で、これとうとうもうちょっと前出した方がいいかな。そうするとまた一緒に焼かれそうだからね。でも焼かれたらそれはそれかみたいなのがあるんだよね。うん。また挑戦落ちないからね、一発でもね。で、ここは孫策をなんとか領地で、これね、ワンチャン乱撃無双してよかったかな、なんて思ってるんですね。で、これ、周囲倒せるよ、美味しいよ、やったぜ。いやー、やっぱり武力高いって強いなーって言って、めっちゃ実感してるんだけど、この試合。今まではね、低武力でやっぱり引いてたけどね、やっぱり、ある程度武力高いと使わずに戦えるから、いいよね。うん、全然すごいいいよね。すごくいいです。うん、まあとりあえずまったりやってます。何を打とうか悩んでますね、ここね。まあ無理しなくてもいいかなと。しかも最大式12までいけるんで、これ迎撃取れるよーって思ってるんだけど、まあ一応ここでじゃあね、満を持して乱撃無双でも叩くかと思ってるんですよね、一応。でしかも、あーでもこれはうん、迎撃にはならないんだよね、近すぎて。てか角度が悪かったか今。ちゃんと右下にしてたら迎撃になったのかな。で、一応孫策対ヨツキでどんぐらいやり合えるのか見たかったんで、まだ悪は、これはいい検証になるかな。でも結局あれ、思ったより減らねえ。孫策が思ったより減らないんだけどって。でも集体を溶かせてるな。結局やっぱり武力差がすごい顕著に出るのか。結局攻撃力って言っても固定ダメージがガンガン入るわけじゃないんですよね、多分これね。だから結局武力差的な話で、孫策硬いって話で全然武力攻撃が当たらんと。うん。で、ここでまあしっかりやって、ね、サイキ叩いてサクサクもつくんで、今回はサクサクにしました。で、孫権のケツを追いかけていく。追いかけていく。で、周囲がまた焼いてくる。まあでも挑戦は焼け残るんで OK って感じですね。まあ、とうとう焼かれると、まあ、2枚セットですね。でも周囲がその後撃ってくると嫌なんで、ちょっと維持で乱戦しに行きます。で、ヨウスさんがそのまま向上してもよかったんだけど、やっぱね、ちょっと挑戦で落としたかったっていうこだわりがあったんですね。いやー、なるほどっていう感じの試合でしたね。やっぱり風力高いのは強いんだなっていうそんな感じになっちゃうんだけどね。うん、まあ武力依存高いからな、まだまだ。というわけでいきましょう。本水海。結局でも装備力すれば見てなかったな、いつだっけ。装備力が16、22か。うんうん、まあまあまあ。まあ、ちょっと若干低い気もするけれど。まあ、それでもだよね。だって、一応このゲーム最大武力確か32ぐらいまで組めるんだよな、確か。そこから見ると、あ、まあ、だから一応平均ぐらい20ちょい。てか最新勝利っていうかちょっとやばすぎるな。まずいな。一回戻さないとな。せめて10ちょいとかにしておかないとね。てか 50% 切っちゃうとか、まず。いかん、いかん。というわけで、まあ、開幕はちょっとね、まあでもちゃんとここからね、やっぱ開幕はね、ちょっとやり消しじゃねえよ。槍から潰していくっていう流れ。で、ちゃんとね、リジュで伏兵をカバーしていき、で、もうトートンと旅費でしっかりと、まず、一体ずつ駆けつぎ倒して、まあ、と言いながらトートンの竹変わってるんだけど、で、朝鮮が落とされたら領主が工場行ったけど、これは入らず。だけどワンチャンずらせば入るんじゃないかなと思って、ちょっとずらしていくんですよね、さりげなく。で、
で両手で周囲も潰せる。いやー強い強い、いや強いですね。圧倒的で入りましたね。うまいです。うん、やっぱ武力高いって強いな単純に強いよね、武力高いって。うん、まあそうだよね、軽略いらずだもんなーなんて思ってるんだよね。そうなんですよね。実際これもうちょっと引きつけて浅田、これこそ浅田氏のテクニックを教えてもらった浅田氏テクニックを試すだったんじゃないかっていう。割とでもね、慣れるまでやっぱり余力なくてダメかもしれないですね、うん、ここなんかは相手がケツを追いかけてきたらちょっと危なかったかなと思わなくもないけど、まあそれでもか、もう一応ゲゲチ入ったし、それでも危なかったけどね、トートン死にそうだったし、まあこれで無事に帰れたんで結構美味しいですね。実際ここで待ってもよかったんだけど、ここでね、そう、こういう時に限って、あ、俺連冠じゃないっていうね。やっぱ焼かれるのを警戒して再起にしちゃったんですよね。これ連冠やったらもう速攻でここで待ってたんですけどね。あ、連冠じゃねえぞ俺みたいなね。強くならなければ。ここ悩んだ。ここね、乱撃無双した方が強かったかも、3体増えたかもしれない。まあ相手の赤壁誘発っていうか、誘えた気もするし、それで良かったのかなって気もするんだけど、でも乱撃無双打っちゃうと、その後前ないからどうしようかなとか思ってたんだよね。だから結局毒に、ちょっと士気の安い毒に切り替えて、まあこれはこれででかいかなと思ったんだよね。まあ相手が増援だった場合はちょっと考えるけどなって思ったんだけど。で、ここで焼かれる。でもやっぱ知力上昇つけといて良かった。結構ね、うん、焼け残るから。だから結構本当美味しかったかな、相手も格殺取れ、まあ、あれなのかな、知力上昇ついてるって分かってやってたのかどうか分かんないんだけど、うん。こっちもしっかり兵力、調査の兵力マックスにして、一発で落ちない状況を作って、まあ、言い直すと。まあ、これちょっと危ないっちゃ危ないんだけどね。ダブルアーチャーが兵力が少ないとはいえ構えてるんで、まあ、それでもね、両手出して、うん。まあ一応、佐伯のメリットもあるんで、佐伯こっちバーンって焼かれてもいいかなと思ってたんで、まあとりあえず潰しに行けたら上等と思って。うん。まあ内乱は食らってもいい。で、ここで、その先、やっぱ槍2本あるとね、馬を追っ払えるからいいよね。まあ言うて、結局誰も倒せないんだけど、まあまあ上等でしょう。あんまあれ、連冠とかやったら捕まえるために使うんだけどね。で、ここで頑張って迎撃考えてて、ダブルギル、ある意味ダブルギルみたいな。みたいな。この程度の傷で。てか、だから、両金の強さって、そうなんだよね。俺なんか両金って、なんか固定ダメージ与えるようなイメージがあるんだけど、違うんだよね。だから、結局、武力差4あるから、全然損差が減らせないんだよね。結局、武力が4低い状態で連続してダメージ与えても、大して減らせないっていう。その代わり武力が5ある状態で触るとこんだけ減るっていうね。だから結構旅費に対してのなんか苦手意識があったんだけど、結局旅費って自分より武力の高い相手には対して強くないっていうことがこの動画で分かりましたね。なるほど、みたいな。まあだから、まあそういう意味でだから陽子さんはいいかもね。乱撃無双プラス陽子さんでね、猛牛投げてあげればすごい強そうな気がしますね。いいコンボかもしれない。で、これしっかり冷静に佐伯を、まあ、佐伯を使って、しっかりとやっていく。で、ここはちょっとね、ちょっとね、賛否両論かもしれないけど、なんかどうしてもね、落としたくなかったんで、ここは久しぶりに挑戦の警告で落としたいっていうこだわりを発揮しました。うん。これもね、リジュの出しちょっとミスって、あ、やべえって。これそのままと、周囲に撃たれたら、あ、これ終わんないかもしれない、落とせないかもしれない、やべえ、陽子さん外したの失敗したんじゃねとか思ってるんだけど、まあ、なんとか、ギリギリ間に合うんでね、よかったって感じなんですよね。リジュ、ナイスリジュ、よかったー、危なかったーって。ギリギリやん、よ、みたいな。うん。というわけで、なんか久しぶりに警告で落城したような気がしますね。というわけでね、図らずしもちょっとね、こんな形になったんですけど、一応、群雄はこんな感じの、この形でいいかな、5枚警告、ウィズ5じゃなかった、ウィズ5じゃなくて、ウィズ群雄というか、群雄単5枚警告か。どこ行ったこれだ。この形でいいかな。ちょっと1コス枠、陽子さんの枠ちょっと気になってるんだけどね。陽子さんにするか、チンキちゃんにするか、でもチンキちゃんにすると槍さんになっちゃうんだよね。ちょっと機動力に欠けるし。陽子さんはなんか結構テーブル力でしっかり守れる軽力なんで、まあ相性はいいんじゃないかなと。だから全員が一応ね、警告っていうか挑戦と相性がいい
カードなんじゃないかなと思うんですよね。はい、というわけでね、ちょっと軍用はこれでちょっとしばらく頑張っていこうかなと思います。他の勢力ももう一回5枚警告にして頑張っていこうかなと思います。まあ6枚警告でもね、ゴリとか入れたりとか、ある程度ね、他のね、1コス、なんか例えば学神とか、構成も入ったんでね、とかね、入れたりとかすると、ある程度そこそこの武力のデッキ作れるとは思うんですけどね。まあだから柵の枚数、でも柵はこだわりたい。あと副兵もでも実際欲しいけど、でもこの時副兵ないんだよな。副兵、本当によく言うと副兵欲しいんだけどね、駆け引き手にないんで。まあまあその辺はちょっと考えていきたいと思います。ではではお疲れ様でした。あとトートンの投入も欲しいですね。はい、バイバイです。